出てきた。はい、戻ってきました。結構いい動画と、いい動画と写真撮れたんじゃないでしょうか。お時間もなかなかいい時間だと思います、まだ。はい、正直言うともうちょっと早めだとよろしいかなと、うん、意外と時間食いました。まあまあまあ堪能してるから、その分。まあね。ここから俺は住所を出て宇都宮を目指すと。なぜ目指すのか、餃子を食べて帰りたいから。餃子食べたい、餃子食べたいなって思うんだよね、うん、やっぱ本場の餃子食べてからね、うん、帰れたら最高、うん。駅前通り、駅前通りやってないじゃないか。宇都宮市、まあ、やってないよ。しょうがない、名前入れろ。シキ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 ボーラの、ちょっと面白い。今さ黙った方がいい。違う、なんか今日の感想とか言っといて。あ、はい、うまく。いやでも今日ね、怖い。ここまで成功しちゃってで、さっきから言ってたわけです。なんだろうね、音声すごかった、マジで。ネタ抜き で、あとね、てかでも今までこういう白系って大体なんか8、まあ早くて8時過ぎ、遅ければもう10時以降に行動してたんだけど、今日まあ7時半ぐらいから行動できてたから、まあ、時間もまあ十分あったし、まあ予定通り進めたし、進めすぎたし、もう完璧と言えるんじゃないかなと思います。はい、そうですね。あとは餃子食べたい、それだけです。餃子食べれたら、ね、100点ある、ね、今回の旅行100点ある、ね、100点つける有料道路を通る後で実際の標識や交通規則に従って運転してください。よし、よくつないでくれた。はい、宇都宮目指す最短ルート。もう寄ることないからな。さあ、鬼怒川。川尻サラバーシャと鬼怒川サラバー。宇都宮にちょっと予定を済ましたら、宇都宮も。10時23分か。微妙やな。10時までしょ。だしな、12時までやってたことがないから。そうですね、居酒屋系とかの餃子屋だとありそうだけどな。宇都宮餃子、うん、じゃあいつでいい。あ、違う、ね、ネットでさ、宇都宮のさ餃子でさ夜遅くでもやってるって感じで調べるわ。いや、もちろんその前も有料道路からか迫ってくれたね。
なんじゃない、確かあったよね。あその前にくぐらないと通れない的なやつ。260円で多分これ300円でいい、いいよ、10円もない。310円でいいよ。310円まあ大きな会社でしょ、あるかな。うん、あ、260円。うん、え、あれ、うん、いらっしゃらないよ。しょ、さようなら。いやでもあれしょうがない、やったぜ女神ありがとう。でも仮にだとしてもさ、なんかちょっと止まってたから、誰かやってんだろうなみたいな感じなんじゃない、気づいてないけど、おい気をつけて、ありがとう、さようなら。女神さようなら、ありがとう。最後の最後まで興奮なんだけど、すげえ女神。強っ、特に怖いんだけど、幸運こげて極運ぐらいまで来てる。でもあれなのかな、なんか時間帯過ぎ、なんか一定の時間過ぎたらもう無料で通れちゃうとかあるのかな。あー、いやでもないはず、さすがに条約的に。あさあ仕事を放棄した。なんか何の味、なんかレモンの味があるよ。ああ、ある。